はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温32度、水温29度。見てください、このブルーな海、透明度抜群でございます。なぜかと言いますと、今日は波照間島に行ってきました。波照間島に向かう前に、まずは竹富島の南エリアで一本潜りました。細長いトンネルやアーチなどがたくさんある地形ポイント、天井から太陽の光が差し込んで、光のカーテンがめちゃめちゃ綺麗ですね。竹富南エリアで一本潜った後は波照間島へ向かいます。エントリー直後からこのブルーな海、最高ですね。波照間島の癒しの砂地ポイント、ここ実は水深20メートルあるんですが、それを全く感じさせません。砂地に点在する小さな根一つ一つには魚がたくさんついて、とっても賑やかです。こちらは隠れ熊の実、こんな綺麗な海で生活できるなんて幸せですね。まあでも、せっかく波照間島に来たら、小さな魚を見るのではなく、このブルーな海を味わっていただきたいですね。石垣から船で約1時間、日本最南端の有人島の波照間島、海峡の穏やかな日にしか行くことはできませんが、ぜひこのブルーを皆さんにも味わっていただきたいなと思います。ということで今日はここまで、また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。